江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K 国国内の話題なんですけれども、K 国軍の残念な幹部宿舎がこちらということでね、記事がありましたのでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。カビがいっぱいになった文官部独身者の宿舎の姿が紹介されると、いっそ現役兵として再入隊した方がいい。鎮護軍団がなぜ起きたのか分かった。などの批判が溢れた。これに対し一部のネチズンが自然確認作業をおろそかにした幹部の誤りもあるようだと指摘すると、居住していた人々も整備要請したが管理部署で知らないふりをしただろうとし、なぜ新しい入居者を叱るのかと悪口を言われた。4日、軍関連情報提供チャンネルである陸軍訓練所の代わりにお伝えしますには、2024年軍独身者宿舎だとし、壁にカビがいっぱいで古い流し台など一目で見ても住みたくない宿舎写真が登場した。この写真を見たネチズンたちは、朝鮮末期1年以上、米の配給を受けられなかった軍人たちが怒り、1882年に起きた鎮護軍乱がまた起きないのがおかしい。精神病にかかりそうだから、そのまま家賃を払うな。このままだと誰が軍幹部になるのか、そのまま現役兵に行けという非難が相次いだ。すると換気掃除を頻繁にすればあのようにならなかっただろう、退去確認を良くして清掃業者に代行させればよかっただろう、責任を全うして権利を主張しようとして部隊を攻める前に以前の居住者入居者の両方の誤りもあるという文が登場した。だが、いずれにせよ、管理部署が仕事をしなかったことだとし、直ちに反撃された。はい。じゃあちょっとね、これアップで見ていきましょう。この黒いのが、全部カビなんだ。コンクリの打ちっぱなしかい？壁にカビがいっぱいで古い流し台など一目見ても住みたくない宿舎写真が登場した。流しが古い、あ、そう、別にうちもこんな感じだけど、流しはこれ古い、まあ確かに懐かしい感じはあるけど別に普通じゃねえの、流しはうん、なんか文句あんのかなんかこのカビはひどいね。てか、これ、吸っちゃうじゃんね。洗濯物、ランドリールームって感じ。はい。じゃあね、こちらに対して、警告の反応、見ていきましょう。はい。それでは、一人目。大統領府の移転費用がいくらだったっけ ?435、102。カビが換気を頻繁にすればできないと言うけど、建物を誤って建てれば換気をいくらしても結露のためにカビが生える。おー、それにあれくらいなら夏にも咲きそうだわら。入居掃除頭が足りない人たちだね。375、21。おー、なんか掃除とか換気とかそういうレベルじゃないんだ。まあ見た感じはちょっとわからないんですけど、建物、もう建物自体がおかしいのね。独身幹部の宿舎は昔から良くなかった。兵士の給料を上げている間に幹部の給料は相対的に少なくなり、兵士の兵舎を新しく建て替えている間に幹部の宿舎はそのままなんだ。将校、副士官が責任感を持って服務できるように処遇を改善してほしい。319、17。そう言ったらきりないけど、これ家賃いくらや？どうなんだろう。これはもう掃除をしなかったと言ったできるものではない。18、2。兵役を免除された40代50代たちは家では掃除もせずに掃除を頻繁にすればよい。何言ってるんだよ、わらわら。14、7。無能なユンが国防と安保は保守だと言って電圧管 T シャツを着て賞をしたが、当選してから一番先にしたのが国防部を先制打撃して追い出し、国防部の建物を執務室にしたのがファクト、わらわら。それでも自分たちが国防には本気だと言ったが、ミサイルで自国の地に打撃した。12、5。やば
賃が例えば無料とかっていうんだったら、換気扇24時間つけっぱなしで、で、なんだっけ、なんたらゾウさん、あの湿気取りか。あれをバンバン置いてやれば、どうかな、どうだろうかね。あれは誰が見ても結露のせいでできたカビなのに、なんで掃除の話なの、わらわら。軍科級幹部の処遇なんて昨日今日のことか。中1、あれは天井と壁面に漏水が生じてカビができたのです。換気して掃除しても解決できる問題ではありません。怪我してペイントを塗り直しても1年以内にああなります。漏水工事をしなければなりません。9、1水漏れてんの。独身幹部の宿舎は通風を考慮しなくて北向きも多く、最近建てた宿舎は管理ちゃんとしなくて手抜き工事も多く、昔の宿舎はあまりにも古い30年以上掃除をよくしないからカビが生えるのではない。行ってみたら理解できる。わら80。おー、北向き。あー、寒いだろうな。はい、じゃあですね、こちらチャットの反応いきましょう。独身幹部、家賃無料、無料なのかね、払ってんのかね、わかんないけど、北向きか。そっか、性格が陰気になりそうだな。残念の食事なんだから宿舎も当然残念に決まってます。かっこ笑い。なぜカビが生える、掃除しないんやろな。カビも育てたらキノコとして食べられるぞ。宿舎すらまともに管理できない警告群。わら、そりゃ真っ先に逃げる幹部なんだからそんなもんだろ。カビはカビ取り剤使ってきれいにしなよ。自分の部屋は自分で掃除くらいしろや。それも訓練じゃねえの。カビキラーぐらい使えよ。ないか。ソウル大学の剥製保管室でもカビるんだから無理よ。わら、管理部署が仕事をしないのは渓谷の伝統じゃないか。いっそのこと壁を黒く塗ればいいんじゃない。水回りがコンクリ打ちっぱなしってカビるの当たり前じゃん。うん、風通しが悪いせい換気してない。コンクリートの打ちっぱなしは夏は暑いし冬は結露するよ。洗濯機置き場か。逆にカビ吸って身体を鍛えているにだよ。幹部でこれなら新兵たちはどうなるの。一般兵は廃墟じゃないかな。わら、まあお前らの新築マンションよりマシなんだぜ。マンションじゃ壁が崩れてる、シウン X が出てくるだろ。自分で綺麗にしろよ。湿気を逃がす構造がないな。どうあがいてもカビるさ。キッチン泡ハイターも結構効くよ。カビなんか夜中とか良くないものがそこに溜まりそうだよね。わら、風呂場と思ったらシャワールームで換気をしてない。そりゃ北に挑発されてもまともな作戦も立案できないわけですわな。部屋にカビが生えてると思うから気持ち悪いんだよ。金床を曲がりして済ませてもらってると思えば心穏やかだろ。確かお前らの建物の寿命は30年だったっけ。渓谷人が設計したらどうやっても換気がおかしくなりそう。コンクリート壁って手入れ大変なの。手入れなんて必要なの、その前。いや知らないけどさ、コンクリートの打ちっぱなしの家なんか住んだことないけどさ、コンクリートの壁って大変なんだ。そうなの。知らなかった。ジャンボリー参加者に比べたらまだマシだから顕著なよ。わらわら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。